あ、皆さん稲妻の剣、ドッキリドッキリはい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、トニーです。はい、これもう前回の動画からめっちゃ景色変わってると思うんですけども、これ皆さん見覚えないですか？そう、あのね、チュートリアルの船、ド頭に出てきた船ですよね。これが闇の世界に転がってると。で、あのね、このマシンも作ってね、ここ暗闇なんですけど、このマシンに乗ることによって乗ってこれるんですね。これライトがあるからってことでね、まあ、魔物たちともなんかいろいろ協力して今箱舟作ってるところです。で、変人探してこいと、あの何、そう、船を操縦するための人がいるってなって、変人を探しに来たらこいつがおったんですよ。こいつ多分ね、僕の予想ではド頭に何、こう沈没する時に守ってくれた人やと思うんですよね。これ感動の再会になると思います。うん、貴様人間がどこかで見た顔だが忘れてるのかな。そうですよ、あの時のビルダーですよ。そう、さらわれましたね。闇の世界に来ちゃったのよ。指導、あ、これ皆さん、これ指導ね。指導困難になっちゃってるからね。追い払おうって戦う、戦うの。俺の船を壊されたくない、こっちに来て準備ができたら声をかけろ。ほな、俺の船を壊されずに済むあの腕を追い払うんだ。その前に貴様には大好物のこれをやろう。俺からの再会の印だ。あ、昆布懐かしいですねさあやるぞ、それ俺が人生最後の食事にならんようにな。オッケー。うわー、なんだあれは、うわー、あ、来た。あ、なるほど、ここか。オッケーオッケーオッケー、ゲゲ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 ゲ、やったよ、倒したよ。どうにかあの腕を追い払えたぞーと。そんなことよりだ、うん、ずいぶん成長しましたよ船長さん。久々ですね、ほんと。ここで捕まってたんですよね。これ死なんかな、セーブしとこう。そう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 、こんな感じでここをおったのよ。これ下大丈夫、これある、これ。ああ、なんかこんなんやったよね、こんなん、こんなん。これ入ってないのね。あ、皆さん稲妻の剣、ドッキリドッキリおー、96やって、高。今やってるガイアの装備82でしょ。おー、かっこいいかっこいい。こここれかなと思った、稲妻の剣。ちょっと待って、あ、かっこいいな。あ、稲妻の剣、そうなのね。まあこんなところに行き着いとったのね、船。よいしょ。あ、ほんでこれ見てください、皆さん、これビルダーペンシルをゲットしたんですよね。これ、うん、船作れるんかな今。まあいいか。あ、そういや、箱舟も作れてたんで、ビルダーペンシルで囲ってみますか一回ね、どうせやったら。ってことで、今回稲妻の剣のゲット動画になりました急遽はい、急遽そうなりましたね。ということで、場所はですね、もうこれストーリー進めていたらこの場所に行き着くんですけど、あとはね、何、もともとルルちゃんが捕まってた牢屋の中の壺を調べるだけ。ここに来てこの中を調べるだけ。まさかルルちゃんが稲妻の剣を出してたとは思ってなかったっすね、本当に。こけしかなと思ったルルちゃんの。ちょっとちらっと戻って、今どんな感じかだけお見せしますね。ここね、破壊天体指導っていう場所なんですね。で、
あの指導がね、もう何もうなんか覚醒しちゃって、で、あの指導になっちゃったんですよね、破壊神指導。まあどっちも指導なんですけど、で、その友達をね、今助けるためにね、指導を助けるためにこうやってこの場所に来たんですよね。あのなんかね、ブラックホールみたいなのあるんですよね。あ、もうなくなってるかな。あれあれあれ、あのブラックホールみたいに吸い込まれたら一撃で死ぬんですよ。これ吸い込まれるんですけどね。あ、よいしょ、ほらこういう大ジャンプもできちゃうんですよね。あっと、でもあれちょっとミスったら死にますけど。はい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 、ここね、スキャンの範囲ね。ほんでこうビューって戻ってよ、こうビューって戻るでしょ。初スキャンね、スキャン、これが、そう、これがいるのよ、これね。このスキャンせないとね、やっぱり。え、どっから始めたっけ、高さ忘れた。この辺でいいかな。ここか。はい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 。おー、スキャンする高さ、あ、これ、あ、あ、高さここまでってこと。あ、そういうこと。はい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 。あ、ほんでこういう向きにしようってことね。オッケーオッケー、スキャンできたよ。なるほどね。箱もね、2つ作れるやん。じゃあこれ作っとく、2つ。今回はこの辺で終わりたいと思います。で、もうそろそろね、多分指導さんと戦うのかもしれない。何やらね、めっちゃ感動するっていう話っすよ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら、高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではトニーでした。またね。